韓国政府、日本を WTO に提訴へ。本日、日本政府が復化水素などの戦略物質の輸出を事実上禁止したことを受け、韓国の産業通商資源大臣が次のような発言をしてしまいました。深い遺憾を表明する。今後、WTO への提訴をはじめ、国際法と国内法に依拠して必要な対応措置を取っていく。韓国政府はこれまで 経済分野で日本との五権的な協力関係を維持しようと努力してきたが、今日日本政府が発表した韓国に対する輸出規制措置は、いわゆる徴用工の判決を理由にした経済報復措置だ。これは三権分立という民主主義の原則に照らして常識に反する措置だ。G20 サミットで合意した精神とも相入れないとなっておりまして。こちら、読売新聞の報道なんですが、 韓国政府はこちら本気でこのような発言をしているんでしょうか本日日本政府は国際平和と安全を維持するため韓国に対する禁輸を行うと発表しましたさらに経産省は韓国にて輸出管理をめぐり不適切な事案が発生したとも明らかにしております韓国政府が WTO に提訴するというのであれば 日本政府はそういった事件について、世界中に、証拠、世界中に対してですね、証拠に基づき、発表しなければならなくなるでしょう。また、そもそも WTO は、こういった安全保障に関する件について、審査を行いませんので、韓国政府が提訴しようとしても、門前払いされるんじゃないでしょうか。 こちらは韓国政府が本気でこのような発言をしているのであれば、この WTO というものを、そもそも国際法というものをですね、韓国政府が理解できていないということになってしまいます。現在の韓国政府は文在寅政権になってから職員が大統領のお仲間ばかりに変えられてしまっており、経験者が不足し、 先日も外交ブ礼を犯していたんですが、こういった韓国政府の言動を見てしまいますと、この文在寅政権になって、韓国政府の、まあ、国際的な常識というものが相当なレベルで不足していると言わざるを得ません。また、こういった日本政府による発表を受けても、韓国政府は自分たちがそういった 平和と安全の脅威になっているということをですね、理解できておらず、問題を引き起こしているにもかかわらず、それに対する対応を表明しておりません。そういった対応を表明するどころか、このように逆切れしてしまっております。このような状態では、今後もおかしな事件が続いてしまうと思われますので、日本政府には、韓国政府に対する、韓国に対する あらゆる戦略物資の輸出を早急に規制していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。